初期リスッチで湧きました。珍しく砂漠の海岸で湧けたな。今回まず最初にアップデートで追加された、フェリーターミナルに徒歩で向かいたいと思います。なんかラグいなと思ったらでかい拠点があるんだね。え、まだ風化なんだけど。かまどだけ見られてなかった感じ？これ降りちゃうと出れないな。持って帰りたいっすけどね。まあ、こっから結構自分の拠点まで遠いんで、まあ、とりあえずフェリーターミナル向かってみたいと思います。けどなんかでかい拠点の横を通らないといけないんで、これアクティブだったら殺されるけどね。なんなんだこのカラフルな拠点は。レイドベース？フェリーターミナル見えてきましたね。ほうほう、あんな感じなんだ。で、どれぐらいボックスとか湧くのか、で、何をする施設なのかっていうのもあんまり分かってないっすね。え？ここは風化じゃない。自動化すごい組んである。で、やっぱり海のアップデート来てから、なんか綺麗になりましたね。すごく見やすい。まあでもな、できたばっかの施設だからな、 100% 人いるんだろうな。あの AI は道沿いの AI だよな。フェリーターミナルの AI ではないよね。何をする場所なんだここは。まあフェリーターミナルなんで、まあ着く場所ではあるね。何これ。通過してくと、ん？これ地下鉄につながってんのか。なるほど。改札みたいになってんだな。お、すごいね。地下鉄の路線？で、改札抜けるとフェリーターミナルって感じになるのか。あれ？これ MLRS 打つ乗り物じゃない？壊れてるけど、ここにあるんだ。え？待て、あれ、タグボートじゃないの？タグボートかなと思ったけど、これもしかしたら乗れないやつかもしれないですね。ん？乗れるやつ？ちげえわ、やっぱ乗れないやつだ。これ置物だ。で、ここからフェリーに乗るって感じなんだろうけど。あ、上行ける。え、アスレチックみたいになってたりはしない？何のために存在してんの？え、ボート乗ってる人いる。ん？こっからどう行くんだ？なんかただただ観光しに来た人みたいになってるな。え、ここは入れないの？上行けない感じ？よくわかんないな。何のために存在してるんだ。これから追加されていくって感じか。あ、リサイクラーある。んで、モジューラーリフト。え、そのためだけの施設ってこと？そんなはずないよな、さすがに。一応上には上がれますね。上がれるんだけど、上がったところで、なんもない。うん、ボックス湧いてるわけでもないもんね。けど上の建物行けそうな気はするけどね。どうやって行くかはわかんない。けどなんか上登れそうなんだよな。俺が何か見落としてるだけか。あー、落ちちゃった。え、上がれるわ。え？どういうこと？さらに上に行けなかった。なんでだ？え？ダグボートあるんだけど。扉ついてる。すでに誰かが所有してるんだ。てか、ダグボート、でか。あ、で、収納棚とか置いてますね。あ、この扉の奥に運転席があって、
それ触ったら運転できるのが。で、ラグボートって耐久いくつぐらいなんだろうな。ロケットランチャーとかで、まあ言ったらぶち壊せそうだけどね。ちゃんと確認するためにもう一回フェリーターミナル近くで湧きたいんだけど、なかなか砂漠の方で湧けないんだよな。フェリーターミナルからさらに遠いところで湧いてしまいました。ボートがあるね。で、この海岸に港があるんで、ラグボートあるか見に行きたいんだけど、あれそうじゃないか。もしかして誰かが所有してるやつかな？え、誰も所有してないぞ。もらっちゃおう。え、これ俺もらっちゃっていいの？え、建築不可。これどこに建築あんの？ボートを動かさないといけないのかな。箱湧いてそうなんで、まあ、この辺で金属片とか集めてダグボート生活始めちゃうか。で、船を動かすには低質燃料が必要っすね。やばい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 、人いる人いる。どうしような、これ取られる可能性高いぞ。けど今俺低質燃料持ってないんだよな。え？あっちにもダグボートあるぞ。2箇所で湧くって感じかな。うわ、原油のドラム缶あそこか。やばいやばいやばい、来た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 。多分あれダグボート乗るんじゃない？あれ、さっき狼頭巾いたんだけどな。置くか、置いたか。銀色のドラム缶を叩いて、まあ、どっちか乗り込みたいんだけど、まあ、でも今港回ってるんだったら絶対リサイクラー回しに来るんで、どういうことだ。よくわかんねえな。一か八か行ってみるか。金属片あと10欲しかった。出発。おお、すごい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 。え、なに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 、運転むずい。これ海底の様子わかるってことかな、このレーダーみたいなので。遅いっすね。え、ビルド不可だ。どうやったら建築できるようになるんだこれ。もうちょっと離れなきゃなのか。え、燃料切れるの早すぎる。ちょっと何をしたらこれ建築できるようになるんだろう。あ、長押しだ。ということで、一応寝袋置きたいと思います。で、扉1枚しかつけられないんで、フリーフェーズ1枚ここにつけようかな。けど、乗られ放題だけどね。よし。けどね、低質燃料めっちゃ使う感じしたんで、ずっと乗り回すとなると、ちょっとめんどくさいかもな。一応しまっておきたいと思います。どうしような、球体の方行って低質燃料ゲットしに行こう。寒さやばい、マイナス27度。てか、なんならこれ死ぬんじゃないか、早く焚き火に当たんないと。やばい、残り体力13なんだけど。え、これ焚き火クラフトする前に死ぬんじゃない。あ、焚き火ある。待て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 。入れろ入れろ入れろ。え、入ってるじゃん。
やばいやばいやばい、早く早く、寒さ回復して、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、早く。おお、焚き火に救われました。クラフトしてたら絶対死んでたわ。てか俺フェリーターミナルで死んで、風化拠点から取った硫黄の鉱石とかあるんで、それ回収しに行きたいけど、バックパック消えたかな。え、待って、死んだ。また中途半端なとこで湧いたな。まあ、このボートに乗って、ちょっとフェリーターミナル行くか。で、死体を回収した後にダグボートに戻ろう。なんか、普通に遊んでるみたいになってるけど、至って真面目にやってる。え？誰かいる。おいおい、殴り合いしようや。あいつ低質燃料持ってそうなんだよな。え、何も持ってない岩だけかな。え、ツルハシか。やばいやばい、やめろ。とりあえずこれで海に出て、いかだに湧いてるドラム缶叩くか。一応最終の着地点としては、ダグボートで生活できるようにしたいんだけど、圧倒的に低質燃料が足りないっすね。こういうところで原油のドラム缶を叩いていこう。何の音？ボッコンボッコン音がしてる。あれかな？魚雷か？あ、港に着いたってか、え？ダグボート乗ってる人いる。やばい、撃ってくるこれ。やばいやばいやばい、撃ってくる撃ってくる撃ってくる。ダグボートに追いかけられてるんだけど、ちょっと。あ、巻いた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 。やっぱ海に出る人増えてるな、ダグボートのせいで。やばい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 、海賊。終わったわ、最悪だ。俺はどうすればいいんだ。どうやってここに低質燃料を持ってこればいいんだよ。港にこれを焼きに行くしかないっすね。ということで、なんかいろいろやってたら朝になっちゃいました。もうバックパックはなくなってると思うんだけど、フェリーターミナル行きたいと思います。掴んだ後に上上がれるのかっていうのをちょっと試してみたい。ドラム缶は湧いてんだけどな。まあさすがにバックパックないっすね。で、上上がった後に、掴まれたんすよね、そこに。よいしょ。いけて、こっから上がれないんだよ。で、なんか手を離しちゃうんだよな。やっぱいけないってことなのか。え、ダグボート。やっぱみんな海に出てるな。さっきチビボートで海賊してるやつもいたし。こっから上行けるわけじゃないもんな。え、マジでここ何のために存在してんの。待て待て待て、人いるんだけど。え、降りてきた。殺された。え、上行けるってことじゃん。で、自分のダグボートで湧こうと思ったんですけど、なんか湧けない。待てよ、これ占領されたか、まあ、水の下行ったかってことか。じゃあ建築権限取られたっていうことっすね。で、湧けないんだ。じゃあ扉2枚つけなきゃいけないんだね、結局は。今までの俺の時間何だったんだ。で、フェリーターミナルは上上がれるっぽいんで、多分上上がったところに箱があるのかな。けどな、今行ったところで箱は湧いてないんだろうけど。うわ、でも上上がりたい。フェ
ェリーターミナル、やっぱ上がったところに箱開いてるわ。問題は俺が登れるかどうかっす。ドラム缶とかも開いてます。ちょっと右側行ったらいけるわ。普通に行けました。あれ？箱じゃない？ドラム缶しか湧いてない。で、扉があって、この扉は開けれないのか。え？どういうことこれ。扉開かないの？あ、で、こっから建物の中行くのかな？結構アスレチックっぽいっすね。え？どうやって中入んだ？どっからか入る場所があると思うんすけど。あ、これ橋があるわ。え？普通に橋があるんだけど。どっからこれ入んの？え、この中は入れない？ダメだ、マジでよくわかんねえ。何のためにあんのこれ。また会場にボートいるんだけど。俺のことセミ火で撃った人、こっから上上がったのかな？なんとなくだけど、やっぱり箱湧くような気はするけどな、この上に。入るんだったらこっからだよな。怖っ。あ、入れねえわ。死んだ。マジで何のために存在してんだろう。え？中身取られてる。まああれか、今後に期待って感じなのかな。ということでね、ずっと海岸でうろうろしてたんですけど、結局何も得ることができませんでしたね。せっかく取ったダグボートも占領されちゃって、寝袋も壊されてました。今から前回取った緑のキーカードで、モニュメントパズルしに行こうと思います。まあでも間違いなく海のアップデートが来たことによって海賊が増えましたね。今の時間帯そんなに人多くないんですけど、あんなにも海に出てる人いるんだってなった。どうなんだろうな。わら箱一箱あるけど。回られた後なのか？あ、待て、武器ボックスあったぞ今。回られてない気がする。スイッチオン。パソコン、そっちは湧いてない。わら箱一箱か。青のキーカードゲット。ユーズもしっかりと抜いていこう。ここ湧いてたりするかな。武器ボックスだ。案外箱開けれました、ね、うわ、なんか人いるな。しかも多分銃持ちだあれ。草むらの中隠れよう。え、やばい、タレットある。うわ、これ前回撃たれたやつだ。やばいやばいやばい、撃たれてる撃たれてる。全焼基地入ってくれ。あのタレットマジでだるいな。危ねえ、入れた。やっぱあいつ銃持ちだったか。で、あのタレットボル枠のサイレンサーだからね、マジで立ち悪い。いやー、無事に戻ってこれたのマジででかいっすね。これロストしてたら泣いてたわ。え、ミニコプター何台いるのこれ。分解してる。体力回復するためにここで分解しましょう。分解終了。長えな。なんだかんだで全焼基地近辺も人多いっすね。海とここかな。無事帰宅。リサーチテーブルをクラフトしましょう。ということで、両方前回手に入れたものなんですが、さっき取ってきたスクラップでリサーチしたいと思います。
水道管のショットガンリサーチするのめちゃめちゃ久しぶりだわ。よし。ということで、今回ね、海岸付近でスポンして、まあ、ダグボートについてだったり、フェリーターミナル調査したりしてたんですけど、結局のところ時間の無駄に終わりましたね。まあでもフェリーターミナルには、まあ、何もないのと、ダグボートのね、仕様も、まあなんとなくはわかりました。で、次回あたりね、また本格的にスクラップ集めて、早めにガレージドアのレシピが欲しいですね。